アンナ役のアミカです。ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにし、ロシア戦車へのウクライナ側が、ドローン攻撃に、世界が現実を知ることになっています。今回は、強敵ドローン攻撃を無効化する、HPM 開発について、詳しく見ていきます。日本が、次に開発を急いでいる、ハイテク技術です。中国は、次はドローン攻撃をしてくるでしょう。ですが、無効化することで、防衛力強化につながります。ロシア軍のウクライナへの多方向からの侵攻で、2022年2月24日に始まった戦争は、装備、兵器、兵力のいずれの面でも上回る同軍が、比較的早い時期に、ウクライナの首都キーフ、ロシア語読み、キエフの占領を行う恐れも指摘されていた。幸いにも、この予想は、3月7日時点では、現実ものとはなっておらず、ウクライナの首都キーフ、ロシア語読み、キエフは、激しいロシア軍の攻撃にさらされながらも、陥落を免れ、ゼレンスキー大統領選挙をはじめとする、政権幹部も健在のようだ。ロシア軍の進撃が、当初の計画よりも遅く、苦戦を強いられていると見る向きもある中で、それが事実であるとすれば、ウクライナの防空網を、初動の攻撃で無効化することに、ロシア軍が成功していないとの指摘も見受けられる。ロシア軍は、精密誘導兵器や爆撃によって、ウクライナ軍の防空網を叩き、それによって、制空権や航空優勢の状況を作り出そうと、企図していたが果たせておらず、自軍航空機に少なくない被害を被っているとも言われている。この制空権や航空優勢の状況を得られなかったロシア軍は、仕方なく、戦車や装甲車両等の陸上兵力を追加投入して、主要地域の占領を進める以外、他に手段がなくなった可能性もあるが、それらへの損害も増加しているようだ。ロシア軍の戦車や装甲車両に対し、ウクライナ軍側の効果的な反撃を可能にしているのは、ウクライナ軍が保有するトルコ製の無人攻撃機、バイラクタル TB2 によるところが大きいと、その有用性を指摘する声も多い。トルコ製の無人攻撃機、バイラクタル TB2 とは、遠隔操縦型のドローンの一種であり、おそらく、3名、操縦、作手、機、攻撃等の担当、一組で操作している機体であり、戦車や装甲車両攻撃に、多大な戦果を上げている模様だ。この無人攻撃機、バイラクタル TB には、2020年のアルメニアとアゼルバイジャンとのナゴルノカラバフ戦争で、一躍名を挙げ、その際には、事実上、戦争に勝利を収めたアゼルバイジャンが、これを有効活用した、ことでも注目された。ナゴルノカラバフ戦争でのアゼルバイジャン軍のドローンを用いた、戦術は二段構えだったと言われており、まず、アルメニア軍の、対空レーダーや地対空ミサイルを、いわゆる神風ドローンの自爆攻撃によって、無効化を図った。その後航空支援を仰げないアルメニア軍の戦車や装甲車両に対して、アゼルバイジャン軍の無人攻撃機、バイラクタル TB2 が大戦果を上げたとされており、今のウクライナ軍も、部分的にこれに似た成果を上げているようにも感じられる。ただし、事前の予測では、ウクライナ軍は、優勢な航空戦力を要するロシア軍に対し、ナゴルノカラバフ戦争における、アゼルバイジャン軍のように、一方的に有利なドローン攻撃を行うことは困難との見方も多く、数で押されれば、劣勢は否めない。それでも、ナゴルノカラバフ戦争に続き、今回のウクライナ戦争でも、トルコ製の無人攻撃機、バイラクタル TB2 の有用性は喧伝されており、今後の戦場における、ドローン対策の重要性は、各国の軍にとって、必須の課題となりそうだ。こうした軍用のドローンをめぐる状況が、ウクライナ戦争でクローズアップされ、あらわになる前から、実は、日本の防衛省でも、これに対抗する兵器技術の開発に着手しており、2022年度防衛予算で、
72億円を投じることが決定している。この軍事用ドローンに対抗する兵器とは、HPM、ハイパワーマイクロウェーブのことであり、対象となる軍事ドローン等に対し、高出力のマイクロ波を照射することで、その無効化を狙うことを基とし、実用化を目指すものとなっている。マイクロ波そのものは、我々の日常生活の中で、身近なのもとしては、電子レンジで使用されているものであり、また、同様に、携帯電話等で使用されている、電波の周波数帯もこれに該当し、日本では、2014年から、基礎的な研究が始められていた。現在、防衛省が開発を進めようとしている HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器は、高出力のマイクロ波を対象たる軍事用ドローン等に照射を行うことで、その内部の電子機器を故障、または破壊させ、無効化することを目的としている。日本では、2022年度予算から、この HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器の開発を本格化させ、5年後の2027年前後での実用化を目標としている模様で、従来の物理的な砲弾やミサイルを用いた撃兵器にプラスすることを志向している。HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器の特性としては、照射される高出力マイクロ波が高速であること、命中精度、照射方向の切り替えに優れること、電源供給が確保できれば、連続使用が可能であることなどが利点に挙げられる。近年ともに技術的な進化が著しい軍事用ドローンは用途に応じて小型化が進んでおり、従来のレーダーセンサ類では探知することが困難な状況も想定されていることもあり、物理的な砲弾やミサイルでの撃にはおのずと限界がある。または区域砲や個人の兵士が携帯可能なロケット兵器等の小型の兵装からの攻撃にも対処可能とされているイスラエルの防空システムアイアンドーム等であっても、それらに対して使用するミサイルの費用対効果が見合わないことは問題視されている。これを考慮した場合に、物理的な砲弾やミサイルを用いることのない HPM ハイパワーマイクロウェーブ兵器は大きな優位性を持つことが予想され、かつ数を頼んだ軍事用ドローンの飽和攻撃に対しても高い対応能力を発揮する可能性がある。さらに HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器は、これを運用する人員についても頼み、撃手段よりも人的被害を抑止できる公算が高く、専守防衛を旨とする自衛隊にあっても、その理念に見事に合致する防御兵器となり得るだろう。未だ、日本での HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器開発は、本格的に開始される初期段階ではあるが、これまで挙げてきた小型の軍事用ドローンの撃以外にも、その用途を拡大し、既存の兵器システムとの併用も視野に入れている。その最たるものは、現状では、海上自衛隊のイージス艦に搭載された SM-3 ミサイルと、陸上自衛隊が配備する PAC-3 という、二つの兵器システムによる、日本のミサイル防衛体制の強化であり、この多層化に貢献することへの期待も大きい。すでに、アメリカ空軍でも、2019年以降、小型の軍事用ドローンの飽和攻撃に対抗するための HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器として、トールの開発と試験を実施しており、予定された通りの効果を上げているとも言われている。この、トールの開発に、自信を深めたアメリカ空軍では、その拡大発展型となる、ミノルの開発をすでに開始しているとされ、これが量産化されて、軍事拠点や重要施設の防空網の、新たな主兵装となることも近いと、目されてきている。日本の防衛省では、アメリカ軍が、
開発を半ば断念した、レールガンの開発を進めることも報じられているが、個人的には、そちらよりも、HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器の方が、実用化には、期待が持てるのではないかと思える。